皆さんこんにちは、ヘメチャンネルです。今回の動画は2月のクルーパックのスキンが公開されました。シルビーです。ちょっとボーイッシュっぽい猿顔女子かな。こういう感じの女の子好きな人多いはず。では詳しく見ていきましょう。シルビーはスミススマラーズで攻撃した。エイジレスに20のダメージ。ん？何の話？なんかね、ここに長く続く王国の火事の達人であるシルビーの冒険が始まるって書いてあるんで、なんかエイジレスと関係があるキャラなんかな。ではクルーパックの紹介していきます。コスチュームシルビーに加え、2月のクルーパックにはさらに3つのアイテムが含まれている。いつも火の近くにいるシルビーにふさわしく、彼女の仲間、可愛らしい火を吐くドラゴン、こいつですね。バックアクセサリーグローカーを装備して、このお友達と一緒に行動しよう。めちゃめちゃ可愛いですね。グローカーは宝箱を開けるか撃破を達成するたびに火で応援してくれるみたいです。さらにラップグロークドで自分の装備を飾り立てよう。ちょっとあれか、このバックアクセサリーグローカーに似てる色なんかな。そしてもちろん忘れていけないのがシルビーの二刀流のハンマーだ。ツルハシスミススマラーズで敵に攻撃をお見舞いしよう。こいつっすね。多分両手振りなんかな。ん？スミススマラーズどっかで聞いたことある。ああ、この茶番に出てきとったやつや。そして2月のクルーパックの所有者は、月の後半にロード画面未来を作るをボーナスとして受け取ることができるみたいです。そしてここから大切なことを話していきますよ。パーティーのメンバーはシルビーだけじゃない。三角のクルーパックのコスチュームも間もなく登場し、彼女と共に戦うぞということで、2月のクルーパックと3月のクルーパック両方獲得したプレイヤーには、ツルハシザ・マスターワークというものが贈られるみたいです。皆さんわかりました？まだ形とかは非公開となっていますが、ツルハシザ・マスターワークというものを獲得するには、今回の2月のクルーパックと来月のクルーパック両方に入る必要があるということです。2月だけで終わっちゃってもダメですし、2月入らずに3月だけ入ってももらえないような代物になります。ちなみに3月のクルーパックスキンがリークされてます。ちょこっとだけ公開しますね。イケメン好青年でしたね。ここでさらに大切なお知らせ。もしクルーパックを定期的に購入してなくて、この2月のクルーパックの購入を考えているそこのあなた、2月1日になって速攻購入することはおすすめしません。マジで。ぜひ購入するなら2月12日付近にしてください。なぜかというと、今シーズンチャプター4シーズン1は3月10日付近に終わると言われています。なので2月12日にクルーパック購入すると、チャプター4シーズン1のバトルパススキンとチャプター4シーズン2、次のやつですね、そのバトルパススキン両方もらえますし、さっき話した2月のクルーパックシルビーももらえますし、3月のクルーパックのイケメン好青年両方もらえるというわけです。もちろん1月分のお金1320円ポッキリです。特典2倍みたいな感じですよね。なので皆さん、もし購入するなら2月12日付近を強くおすすめします。そしてクルーに加入すると、先月とかにもあった特典フォトニックレガシーセットももらえます。これは何？と思った方は自分の過去動画を見てみてください。概要欄にもリンクを貼り付けときます。あとはさっき言ったバトルパスも特典でありますし、クルーパックに入ると今までと同様1000 V バックスももらえます。このくらいかな。皆さんもこのイケてるスキンシルビーのために、もしよかったらクルー加入考えてみてください。説明は以上です。この動画が参考になったという方はグッドボタン、チャンネル登録、概要欄にある Twitter、Instagram のフォロー、もしよければクリエイターサポート HEMCH をよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。